はい、皆さんおはようございます。今日はぶらり旅ということでございまして、ただいま掛川駅の南口に到着しました。これからですね、そちらにあります FDA のマイクロバス、無料バスに乗りまして静岡空港に向かいたいと思います。じゃあバスに乗り込みましょう。南口のね、バスのバス停ですね、到着いたしました。こちらから乗りたいと思います。はい、シートベルトできない人でした。高速乗らねえや。当たり前か。東名掛川、掛川駅ってあるじゃん。YouTube からさ、収益化できますよっていうあれが来てさ、まだあれ、あの1000人行ってないのにさ、お誘いが来てさ、まあその誘いに乗ってみたわけさ。したらね、広告の収益はやっぱ1000人にならないとダメみたいで、いわゆるあのサロン的なやつ、あの会員からあの月々あのサブスクみたいにお金取って限定動画見せますよっていうのしかできんもんでさ、あれが入るそいつを一応やってみた今月3円ぐらいだろ俺で自分の裏垢赤でね、あの入ってみた1月90円、それ以上安くならんかった。それがね、一番安い設定だった一応これでプロって認めていただけますかねで、そう、底辺 YouTuber って言わないでよ、もうそうそう、あ、特定の動画だけで、うん、そうそう、あの、月みんなから90円取る月
円も払うぐらいだな。そうそうそう、そんなもん見んわね。出てやってるのに出演料よこせだよね、本当に。月に90円も取られた挙句。見させる。そう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 。悩むね。90円を取る作戦。それもね、あれなんだって、あの Google からさ、あのお金が入ってくる収益 の最低限度っていうのがあって、それを超えない限りはいくらみんなから90円ずつ集めても俺のとこに1銭も入ってこんだよ。まあまあね、多分1万円とかそういうレベルにならないと何人集めには完了ってことだよ、本当にもう。といういろいろなその YouTube の仕組みが分かってまいりました。なるほど、わし今動画自体もなの。それか、通知をオンにしとくか、プッシュ通知にしとくか。コメント見れる。いや、開けちゃえばコメント見れるな、まずは。
本当は違うけどね。じゃあ違う、あの管理画面ってないの？あ、アップすると思う動画を。自分のとこじゃなくてアカウントのとこから行くね。これ違うアカウントで入ってるんだ、ダメだ。チャンネルっていうところから入らん限りはそこへたどり着かんけど、チャンネルのところにコメントがあるんですよね。自分のチャンネルじゃんね、チャンネルって。それじゃあ帰ってこんはずだわ。見てねえじゃん。俺がいくらコメントしても。アナリティクスまでは来るのね。僕もここにね、同じようにコメントっていうのがあるはずなの。アナリティクスと同じその系列した階層に。行ってきた、見てる人いるんだよ。
わかった。こんなチャンネルどうだ。動画を俺宣伝もしてないのにね。本当だね。効果で言われてる。つかないよね。ええと。言われて初めてね、YouTube、さ YouTube に出てたなって言われたら初めて。え、YouTube って言わずにね。うん、ああ、確かにね。それは割とたどり着く人いるんだなって。なんでか。少なくともね、私の半径何十メートルの間にはいた。全部著作権で引っかかってるじゃん、あんた。え著作権、著作権って引っかかってる。引っかかってるの、うん、それそうだよね。だから、まあ、見れるんだけど、収益化はできんね、あんた。収益化は考えてないけど。あ、やっぱそうか。ここまではいけんだけど、あ、ここだ。ここからこれだ、多分。あ、コメント行かない。あ、で、始まっちゃった。あ、戻っちゃった、まずかった。うん、そうそうそう。で、チャンネル。で、動画を管理。あ、もうこれ、それ、うん。で、そこまで来るじゃん。で、ここのグラフのとこ。あ、まあ、だけど、著作権、著作権、著作権って全部。入ってるもんで、あなた全部著作権に引っかかってるよっていう。そりゃそうだろうと思ってさ。わし全部消したらそれあの YouTube からお誘いが来た。そう、著作権を。あれ全部著作権に引っかかってるんだよね。そうそう。そういうことだね。それこそね、本当にあれだね、あのわしもさ、自分であの人の曲をやってるのあるんだけど、うん、それすら全部著作権に引っかかったんだよね。ライサミの話だね。ようやっとコメント見れるようになったね。あんたな。6時アップでね、
この間のそのブラリ旅バーベキューやった時の、帰りに、くだらん無駄話したじゃん、あれがアップされます。嘘、森のに二俣本町駅から遠鉄電車までずっとあれビデオ回してたじゃん。その時に あなたに盛んにあの無駄話性って言う流したよ、わしがためになる話聞かしてつって作戦があったわけね。そうそうそう、そのためになるお話がね延々と流されますよ。それは自分で見ていただけると忘れてるわな、さすがにな。どういうためになる話をしたかなと。だけどそれがもう残っておりますね。もうアーカイブとして残ります。鍋さんの秘書か。子供の時に歌うだけ。あ、白と赤があったんだ。俺白しか食べてないの。ホワイトチョコでしょ、白って。そうだよね。ここで止めます。ドローンなんか使うか。歩いてたところ大型のやつだ。こんなテレビじゃん。持ち運びが出てこうやって追随してくるやつ。免許いるの？いるんでしょ。いや、いらないけど。免許いらないから近くに。自分でやって。こういうチープな動画がいいんだから受けてんだ。チープなあの画角とあの、ゆるゆるな編集が受けてんだから。そう。何もなくただ流してるやつあるから30分ぐらい。自分のテレビで流しながらあのパソコンを見るっていうのが日課だもん俺。なもんでね、あの生実家昨日みたいにさ、あの冷麺のレポートをしてるのだとちょっとね邪魔になる。あのパン盛岡冷麺のレポート機能はアップコメントさせてもらいましたよ。冷麺を食べて、無力遊びやってなんかアップしてたのなんかあったかな。花巻空港ね。8月の初めかな。冷麺はどうですか。冷麺、もっと辛くて大丈夫だった。
たたってどこ飽きたかな。飽きたかな。みんな今日撮ってね、あのそれで LINE にアップしてください。それをあの片っ端からかっぱらうのわし。で、できりゃ動画も撮って、それもかっぱらう。ということで富士山静岡空港に到着いたしました。また今の無駄話が全部入っちゃってたね。というわけで富士山静岡空港に到着いたしました。この動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。